プロデザイナーを目指す全国の学生が出品した282点のうち、今年の大賞に災害時に死者を収容する遺体袋が選ばれました。このコンペは三菱ケミカルジュニアデザイナーアワード2009で、今年のグランプリには九州大学出身の福丸亮さんの檻と名付けられた災害時の遺体袋が選ばれました。日本伝統の折り方に着想を得て、災害時の過酷な現実の中で死者の尊厳を守るデザインが評価されました。大賞受賞の福丸さんには賞金100万円とトロフィーが贈られました。会場には佳作となった意欲的な作品などが多く展示されています。この展示は東京国際フォーラムで15日まで開かれています。